ロッテルダム爆撃とは、第二次世界大戦中の1940年5月14日、ドイツ空軍がオランダのロッテルダムに対して行った空襲である。ロッテルダム爆撃1940年5月10日、ドイツはオランダと開戦した。ドイツ軍にとって、大都市で、工業地帯、港湾でもあるロッテルダムは重要な攻略目標となった。 ドイツ軍の進撃は素早く、ロッテルダムを流れるニューエマース川のビルヘルム橋は、その日のうちに、ドイツ軍空挺部隊によって占領されてしまった。オランダ軍は、橋の奪還や破壊を試みたが、失敗した。シャル大佐の率いるオランダ軍は、川の北側に防衛陣を敷いた。その抵抗は、ドイツ軍の予想よりも手強く、5月14日になっても、 ロッテルダムの攻略は成功しなかった。同日朝、アドルフ・ヒトラーは、部隊指揮官に、速やかな占領を求める指示を送った。ドイツ軍のルドルフ・シュミット将軍は、翌日に総攻撃をかけることにし、その準備と、並行して、ロッテルダムに対する都市爆撃を決死にした。その任務のため、第54爆撃航空団の HE-111、 爆撃機が用意された。シュミット将軍は、オランダ軍守備隊のシャル大佐に対して、ドイツ時間13時20分からの都市爆撃を通告して、降伏勧告を行った。オランダ側が拒絶したため、シュミット将軍は期限を16時20分に延期して、再度の降伏勧告を行ったが、その時すでに爆撃隊は、ロッテルダムに発進していた。 ドイツ軍のクルトシュトデント将軍は爆撃隊に作戦延期を無線連絡するとともに現地の地上部隊からも投下による信号を送らせたが爆撃隊の役に3は当初の予定通りに爆撃を実行してしまった54機の HE-111 により97トンの爆弾が市街地に投下された炎上するロッテルダム市街爆弾の大部分は 市の中心部に着弾した。一部は、港湾部の植物油タンクに命中して、火災を発生させ、市街地への炎症を招いた。その結果、中心部の2.6平方キロメートルが焼け野原になり、家屋24,978戸、24カ所の、教会 2, 件、2320軒の商店、775棟の、倉庫、62カ所の学校が破壊された。 正確な人的被害は不明であるが、800から900人が死亡し、8万人が住居を失ったと推定されている。ドイツ軍のシュトレント将軍は、オランダ軍指揮官に対して、弔意を伝えた。オランダ軍は、間もなく降伏した。ロッテルダム爆撃を理由に、イギリス空軍も、都市爆撃を開始した。イギリス空軍による、最初のドイツ都市の爆撃は、 5月15日夜に、行われている。EH ブロンガーズ、P235 ハット EH ブロンガーズ、P227 ハット EH ブロンガーズ、P236 ホートン、1994 P249 ファンヌルツーニューデール3デファーダーランドサハ橋ダナス版1815当選9 4 0ページ42スクエア2バイトムレップ &CO ローエラッカー ISBN9054250984 ホートン 1994P249 テーラーチャプターコールメーマイヤー P111 ありがとうございます